あ、今回はこの男か。霊気を滑る者、高き炎を待っていたぞ。貴殿に討伐してもらいたい古竜がいるのだ。相手は漂流イヴェルカーナ。万物をいてつかせる脅威の存在だ。一刻も早く討伐せねばならん。我が討伐に行く予定だったのだが、急遽別の任務が来てしまってな。あ、なんかここで別になんか変なこと言わないのか。他の匿名騎士も、多忙で、実力も考えると頼めるのは貴殿を置いて他におらぬ。では頼んだぞ高き炎、その燃え盛る熱き心で漂流の心を溶かしてしまえ。準備ができたらチッチ姫からクエストを受注するのだ。ということで、オッケー、わかりました。行きましょうかね。なんか少し寄ってってちょっと行こうか。待ってたよ綾尾さん。武器の回錬成にさらなる可能性が秘められることが分かったの。回スロットの解放をするほど武器の力をさらに引き出すことができるのよ。え、マジで？すでに錬成済みの武器にも加工を施しておいたから、ぜひ確認してみてください。え、マジ？あ、攻撃力プラス3になってる。本当だ、すげー。え、俺これ属性プラス20だけだったんだけど、なんか攻撃力もプラスになってるわ。あー、ほわ、すげえ。すげえ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 。回スロット増やせば攻撃力10もアップするんだ。すげえなー。で、属性は？属性はいよいよ27まで来ちゃったか。多分これもマックスだろうね。これもおいおいやりますかね。来ました、緊急クエスト。かっこいい。あ、うわうわうわ。氷冠のフラーズダルムって、これアイスボーンのフリークエストの名前じゃん、これ。いいね、なんかアイスボーンをこう思い出させるようなクエスト名になっててよかった。今回のね、装備なんですけど、こちらのスキルを発動しております。とりあえずね、氷耐性入れました。もうがっつりと氷耐性ぶち上げて、なんと氷耐性18です。はい、さらに飯でも氷耐性を上げて、はい、氷耐性38と。これやばくね。今週も寒くないわ。まあ行きますか、レッツゴー。お、来ました、懐かしい。雪迷い、木と接触。え、明けの汁身震い。やばいやばい。いてちの君はただ霊言に立夏の椅子よりいずることなく。ああ。愚かなる惨敗を東国へと有する。やばそう、やばそう、すげえやばそう。ちょっとさ、さすがの僕ちびっちゃいそうだから、おもらししちゃいそうだから、ちょっとさすがに、あの緑人玉取り集めていい？さすがにここにいるんだ。よし、体力がもう一気にマックスに近い。あ、いたいたいた、行くぜ。あ、かっこいい。よいしょ。あー、うん、あ、なんかあれだね、いた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 。特に BGM はなんかアレンジとかないね。あ、これは12、あ、2回か。はいはい、もう一回来るよ。すん、あ、あ、うん、あ、あった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 、そのそういうのもあった。 あれなんか頭そんな属性取らない。よいしょー。あ、いた。あれあれ、俺のどこんじゃ、どこ行った、いてー。あーい、氷耐性最強。38あるからね、俺氷耐性。氷耐性38プラス俺剣に盤石もあるから、俺避けたよ。結構なんかホーミングというか、狙ってくるね。アイスモンのもっと簡単に避けられたんだけど。これ何？ああ、何これ、初めて初めて。これ下の切りかかってるところは、あー、アイスボーンみたいに簡単には避けられないわ。でっ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 で、まあ氷耐性38なんか あるからね俺。うん、よかった、ちゃんとあれしといて。さあ、これは
今度羽をちゃんと狙っていきたいんだけど、なんか炎属性そんなに、なんかもっとね、聞いてた記憶が危ね、思い覚えてますよ僕は。ちょっとしっかりと翼破壊して、あ、3回やってくるよそれ。え、結構痛い、普通にその一撃が痛い。オッケーオッケー、翼破壊してる。あと足元狙っていけば、あ、足元めちゃくちゃ火属性通るやんけー。はい、氷耐性最強、全然痛くねえ。あ、引きつけちゃっていいよ、引きつけちゃっていいよ。さあ、はい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 、あとまあ引きつけてるでしょ今効かない。あ、はい、1、2、あ、そう、オッケー、しっかりと 3V 破壊してイベルカーナー大ダウン取っていく。よいしょ、野強化してと、まあ、ちょっと強制薬飲まないと。来たよ、なんか怒るの早くね、氷的になるの早い気がする。あ、これエリア移動、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。まあまあ、あ、素材素材、あー、オッケーオッケー、漂流の剛山だっけ。あー、はーはーはい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 、ちょ、レア素材もさ、しっかりとゲットしちゃいたいね。っていうかさ、ここよく見たらマガイマガといるじゃん、縄張り争いしてほしいね。さあ、こっちだよ。やっぱ弱点はあれか、頭、あれ早くね、早くね、なんか早くね、さっき起こったばっかだよね。あ、なんだなんだこの仕掛けてくるよ、何これ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 、歴戦王でもそんなことしてなかったわ。なんだあの痛い痛い、あれじゃ普通にさ、あ、1、2、あ、2回ぐらいか、へえ、よしよいしょよいしょよいしょ、クラッチ苦労して、あの氷ブレスの時クラッチ苦労したくなるこの衝動、アイスブロン、アイスブロンじゃねえや、アイスボーンの方が、あ、あ、これ、うわうわうわ、これ歴戦王の攻撃、ありがとうカプコンさん、あれ歴戦王だよこれ。ちょ、壁じゃ、早く壊さないと、痛い、すげえ歴戦王の動きちゃんと取り入れてくれてるわ。ってことはこれアブソリューティングゼロリングもなんか歴戦王っぽくなってんのかな。ただもう大丈夫、死んじゃうよ、弓が強すぎて。そのイベルカーナ君がいたあのアイスボーンもそうだし、実はこのサンブレイクでも弓が強いから本当にドバイ、弓が弱い作品に出てこれるといいな。危ない、危ない、あー、はい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 、あ、これ3回だってるわ、うん、まあ怒るとそうだよね、うん、怒ると3回だ、まあ、攻略も分かっちゃってるからね僕。あー、まあまあこれは別にいいや、ちょっとスタン取りたいし、ちょっと野球化しっかりとしてクリティカル距離から狙ってと、スタン 取れない、スタン取りたいよ、オッケーオッケー。あ、お前その氷の壁やめて、氷の壁、いや、なんかさ普通に頭攻撃してもいいけど、氷まとった部位ならどこ攻撃してもやっぱ炎属性弱えな。痛い、いやこれ痛い、マジで痛い、これどうしてもやっぱソロで、あ、来た来た来た、アブソリューティング危ない、アブソリューティング、バーバーンバー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 、まあ、なんかアイスボーンみたいになんかこう派手派手ではないな。あ、あらららら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 、あー、よし、来た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 、わわわわわ、これさ、うわうわ、なんだこれ、うわー、すげえすげえ、初めてのなんか多分これマガイマカド専用だよね、あの縄張り争い。
あ、これアイスボーンの、あアイスボーンというかの無限王じゃなくてなんだっけ、歴戦王、歴戦なんだ無限王って。危ない、あぶ、もう一回来る、あ危ない、怖い怖い、よし、あとは胴体だけか、し、あーちょっとゴリ押しさせてよ、危ない危ない危ない、あともう胴体、よーし、オッケー、分かったからゴリ押しした、オッケー、え、できました、てててててて、てこの BGM 最高だ、いや最高、この BGM、 この BGM 聞こえる皆さん、ちょっと 音小さい、聞こえますね、この BGM、 いやこれ感動しちゃうよね本当に、いやちょっと素材全然見てなかった、後で見ます、いやイベルカーだ、ありがとう、なんか感動しちゃった、一昨日やったのに感動しちゃった、ありがとうございました、それではね装備の方見ていこうかなと思います、なんか討伐お疲れ様ってきたよ、あやおさん聞いてよ、あのイベルカーナを討伐したんだってね、うん、実は私イベルカーナの素材の加工方法を調べてたんだけど面白い話を見つけてさ、何、何でもその素材で作った武器はイベルカーナの防具と装備するとさらなる進化を発揮するみたい、ってこと、あ、イベルカーナの素材から作られる武器はスキル氷気錬成が発動しているとき、やっぱサンブレイクでも来るんだね氷気錬成、納刀中に、納刀中だけか、納刀中に、氷気ゲージが溜まりやすいという特質な性質を持ってます、はい、わかりました、どこだどこだ、あ、氷イベリア来ました、久しぶり、拡散意味なの、やったー、嬉しい、拡散意味なんだ、拡散レベル5で氷属性、うん、まあそこまで高くはないけど、あーまあ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 、日々も打てるし、自分乗り換えいいっすか、あのもうこれに乗り換えようぜね、解放込みのレベル4、拡散レベル5が打てるというね、もう神弓ですよマジで、ありがとうございます、そしてなんとなんとスロット最高、スロット最高です、はい、もう神です、はい、これ後でもうちゃんと作ります、イベリアね、うん、これも更新ですね、氷弓は、皆さんもベリオルスのね、弓からこっちにね乗り換えてもいいんじゃないかなと思います、はい、やっぱこれラビーナアルファだね、いやー綺麗だなやっぱり、でもってスキルの方を見ていこうか、まあこれは、まあ、俺本当にもう弓使い目線でしか見ないから、うーん、まあそこまで、氷属性強化レベル5、足がぶっ壊れちゃったこれ、足だけで氷属性のもう弓もこれでいいじゃん、まあただ 足はなー、あーまあ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 、まあまあ、足はちょっと優秀な装備がね揃ってる部位でもあるから、まあちょっとね足じゃなくて他の部位が嬉しかったけど、まあでもそれでもいいでしょう、さあということは足以外のこの4部位で、あ3部位でいいのか、あ3部位で氷気錬成発動するんだ、うーんなるほどな、まあ氷気錬成は弓と合わないっていうね、まあ残念なところがあるんだけど、まあ一回作ってみるか、高き炎、我に代わったイベルカーナを討伐してくれたのだな、心より礼を言うぞ、王国を救った後もとどまることを知らず磨き上げていくその腕前、匿名騎士としてスカウトしたいほどだ、そのようなことをしてはカムラの里に無礼ではあるな、無礼であるな、今の話は忘れよ、さて待て待て、ちょっと待って怖いよ、さてあやお、それとは別にキレにだけは伝えてほしい、伝えておきたいことがあるのだ、これちょっと待って、我ら匿名騎士は現在女王から極秘の任務を進めている、とあるモンスターの追跡と調査だ、この任務が難航を極めていたな、未だ捕捉にも至らず、もうしばらく時を要するである、はあ、ちょっと待って、何のこと、ただこの先危険な事態へと陥ったならば貴殿の力を借りることになるやもしれぬ、このこと頭の片隅に
とどめておいてくれ。はい、ということで、まあ、今回はね、イベルカーダの初見討伐動画でした。まあ、この後ね、海克服バルファルク行きます。それではまた後ほどお会いしましょう。あやうでした。またね。